東京マーケットワイド、この時間帯はゲストの方とお電話がつながっています。岡さん、オンライン証券投資情報部長の武部力也さんです。武部さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもよろしくお願いします。ドル円相場、為替市場に関してですが、このアメリカで大きな政権交代が起こったにもかかわらず、なかなかドル円相場、特にドルに関してですが、方向性が出てこないという状況が続いてますね。今ですね、鈴鹿さんおっしゃった通りなんですけども、そういった意味ではドルの方も円の方もなかなか主体性がなくてですね、非常に典型的なことで申し上げると、先ほど、先刻なんですけども、スイス中銀のジョルダン総裁、はい、この方アメリカから為替操作国に指定されたことということがありましたけども、我々の金融政策には全く影響ないと、もうかなり強気なんですけども、一方で我らが麻生財務大臣でございますけども、昨日パウエル FRB 議長と電話会談なされたというところで、やはり日米関係、これを基調を非常に重視なされて、 G7 ないしは G20 ですかね、国際協調枠組みというのもかなり念頭に置いてのご発言でした。これ裏を返せば、どんなことがあっても通貨政策、特に今は円安ですかね、はい、円安の誘引だとか円売り介入、これまずはありえないということをですね、よほどのコミットメントがない限りはできないねというのをちょっと改めて感じさせられまったんですが、一方でそうなってくると、ドル円単体になかなか主体性がない一方で、先週末からですね、今1ドル105円水準ちょっと近づいてきましたよね、はい、でこの辺のところの動きというのがですね、実はドルと円の主体性ではなくて、資料の方を送らせていただいたんですが、ぜひご覧になっていただければというふうに思います。これ実はニューヨークダウの動きにですね、かなり先週末から寄せられてるんですね。でじゃあそれ何というような当然話出てくるかとは思います。先週でございますけれども、連邦公開市場委員会ありました、 FOMC ですよね、はい、でここにおいては、特に、あえて踏み込むような、要は出口論というのもこれちょっと言われてましたけれども、時期尚早というような形で終わったんですが、一方で株式市場で大変話題になっていたのが、2、3週間ぐらい前から話題になってましたけれども、先週の FOMC の頃にですね、大きく話題になったのが、要は米国の個別銘柄のゲームストップと AMC の話ですよね。でここにおいてはホワイトハウスの報道官もそうですし、 FOMC の最中になったのに、パウエル議長にもコメントを求められたと、はい、でペロシ下院議長も興味深いとおっしゃいましたし、で次上院の都心長、住宅都心長にも就任なされます、シェロット・ブラウンさん、この方も民主党ですけども、金融規制派でもうかなりコテコテの方ですけども、この方をも興味を示したほどのこの個別銘柄の話だったと。で結局一部のヘッジファンドさん、白旗を上げましたよね。シトロンキャピタルだとか、いろんな名前も出てましたけども、じゃあそれとどんな影響があったのという話なんですけども、はい、先週でございますね、やはりヘッジファンドのそうしたところでの白旗を上げたところでですね、マージンコール、要はお衣装の手当だとかというドル買い需要というのが各主要通貨において発生するんじゃないかというような思惑が実は先週かなり強まったんですよね。そうしたところでは、スポットマーケット、時期物のマーケットではかなり短期的なところですけども、ドル買いの下地がかなり形成されたというような見方が先週の末はかなり広がりました。でそうしたした状況の中で今度は2つ目なんですけども、はい、あえてこの2つ目の資料を出していただければというふうに思うんですけども、はい、そうは言ってもですね、やはり本来の大テーマというのは、先ほども冒頭に鈴鹿さんおっしゃったように、次期政権、今のバイデン政権ですよね、財政支出の拡大というのは、これ当然今後もどんどん織り込まれていくんでしょうけども、一部でちょっとやはり警戒してますのが、今週末の雇用統計でしょうかね、はい、これ前政権の踏襲というような形になります。1月の20日ですからね、厳密には、大きな責務ないとは思いますけども、やはり急進左派の方々、このちょっとイラストさせていただいてますけども、この方々意識させられてしまうとですね、やはりさらなる財政支出の拡大、私はちょっと個人的には再生可能エネルギーをどうやって雇用創出にですね、すぐにつなげていくのかちょっとわからないんですけども、はい、やはり基本的にはこれはお金を財政赤字、赤字国債発生していくしかないでしょうから、そうなってくると3月まで次回 FOMC ないんですよね、
長期金利の上昇というのをどこまで感受していくのか、でこれはやはり景気の停滞懸念になるでしょうから、3月いっぱいまでどこまでドル円が上がっていくのか、良くない金利だろうと悪かろうと、やはり金利の上昇にはこれドル円牽引されてしまいますのでね、うん、そうしたところで今足元ですけども105円、まあ、ちょっと今上値重くて105円のちょうど2050ぐらいでしょうかね、ストップロスだとかオプションの設定関数がありますので、ちょっと上値重さあるかもしれませんけども、スルスルスルって上がっていっても全然おかしくないんじゃないかなというところ、まあ、今1ドル105円の分水嶺が今ちょうど主戦場になっているのかなというところだと思います。でちょっともう一つなんですけども、はい、FX の投資家さんなんですけどもね、じゃあこれ今どういうふうにして見てるのというところなんですけども、1ドル102円の水準、103円のところでしょうかね、先だっての非常事態宣言出たときに合わせてなんですけれども、財務省、日銀、金融庁からやはり牽制発言ありましたよね、はい、でこの時にかなりですね逆張り志向というんでしょうかね、まあ、追随買いもあったかと思いますけれども、大きくドル円の買い比率が上がっております。これまあ非常に分かりやすいかもしれませんが、1月の4日の矢印のちょっと後ぐらいのところなんですけどもね、うん、でここの買い比率がぐーっと上がっていった後でございますけども、その後上がっていくに伴って利食いしていくんですよね。で今直近のところですけども、105円に向けて一番右端の赤いラインのところですけども、ドル円また上がってますけども、はい、今度はロングポジションを縮小なされていて、どちらかというと戻り売りというよりもロングポジションの縮小、要は利益確定に動いてますので、また一応少しキャッシュリッチになって、とりあえず1ドル105円を上限と見てるようでございますけども、次なる手というところでは非常に FX の投資家さんは多分機動的にどちらでも動いていけるのかな、そんなところが今足元をというふうにしては見ています、うん、まあ、今年に関して言えば2021年はもうその円高だろうと、円高見通しが、まあ、年明けてすぐぐらいの時はもう大多数を占めてたように思うんですが、やはり今になってみると少しずつその見方は修正されつつあるということになってくるんでしょうか。これはまあ正直私も鈴鹿さん恥ずかしいところでですね、まあ、1ドル100円割れるのか割れないのか、まあ、この辺のところはまあ当然でしょうけども、ドル円というのはやはり国際政治銘柄でございますので、まあ、政治銘柄といったらちょっと言い過ぎかもしれませんけども、かなりですね菅政権の支持率などとも合わせて1ドル100円割れというのを3月期末前に感受するのかどうかというのが一つポイントだったというふうにして思うんですけども、それ以前にやはりドルがスルスルスルっと上がってくれたというところでは、基本的にまあ円政策って何もしてないんですよね、はい、結局そうなってくるとドルに依存してドルの主体性に振り回されてる、ドルを中心として大円になってるっていうのをちょっと改めて感じさせると、今後もそうだと思うんですけども、よくない金利だろうといい金利だろうと、まあ、ちょっと極端な言い方するとどうでもよくってって言い方するとちょっと暴論かもしれませんけど、金利の上昇に伴ってドル買いインセンティブがどの程度までついていってドル円が上がっていくのか、で今度はドルの金利が上がりすぎてアメリカのやはり、経済抑制になるよというところで、ちょっとストップかけられてた時にまた反転してしまうのかどうか、ちょっとそれ以外はちょっとですねなかなか今見出しづらいところが実際なのかなとは感じます。日銀が金融政策を少しですが微調整してくる可能性が今なんとなくマーケットではにおわされているというか漂い始めているようなところがありますよね。そうです、今日もですね、まあ、オペなんかで、日本の JGB の金利の、まあ、金利高の幅を少し見るんじゃないかというふうにして、まあ、言われていたんですけども、なかなか、まあ、私もあんまり大きく言いたくないですけども、端子会社出身ですので日銀さんの動きというのは、まあ、相応にずっと、まあ、ウォッチさせていただいたんですけども、一度おっしゃったことってなかなかすぐにひっくり返さないというようなカルチャーも終わりなようで、特に支店長会議などを見ている限りですと緩やかな景気回復ということもおっしゃってますのでね、そうなってくるとすぐにですねやはり経済政策を急に動かすというのはちょっとこれ整合性がないでしょうから、当面はちょっと日銀も今の状況のままでそのままなんじゃないかなと。ただしもちろんですけども今また非常事態宣言延期というような形になりますと GDP だとか、まあ、4月5月になってきますけど単価だとか GDP にも影響してきますよね、はい、そうした時に次のアクション出てくるのかなというところ、あとはまあ3月期末前の時に動き出すのかどうかが多分ちょっとポイントになるのかなというふうにしては見ています。なるほど、
そうしますとやはり竹部さんが今そう中心として見ていくべきだとお考えになるのはアメリカの、まあ、長期金利の動向、まあ、ないしはアメリカ の, その経済政策の行方ということに絞られてくるというふうに見てよろしいですか。あの来週がまた議会始まりますのでね、はい、1.9 兆ドルといっても共和党もなんか随分あの6000億ドルにまで下げろとかいろんなやってますけども、弾劾裁判とも絡ませていくとかなりちょっとあの議会工作もあるかもしれませんのでね、ちょっとその辺のところの急転直下は、まあ、来週の早々ですけども、これもちょっとウォッチしていかなきゃいけないのかなと思いますけども、まあ、非常に1ドル105円でシンボリックな水準ではありましたけども、基本的には緩やかですのでね、そうしたところは、まあ、上下双方向だと思いますけども、今の基調はまあちょっと見ておく必要性はあろうかと思います。なるほど、わかりました。いや、竹部さん今日もどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。この時間帯は岡三オンライン証券投資情報部長の竹部力也さんに伺っていきました。